今年4月1日に行われた大相撲春巡業の五条場所で立行事式守伊之助さんがしたためた令和の書が五条市の志田アリーナに常設展示されることになりました志田アリーナのエントランスでは五条市の太田市長や五条場所の実行委員らが参加して除幕式が行われましたそれではどうぞ。 縦およそ2メートル40センチ、横およそ88センチのこの令和の書は、五条場所が64年ぶりに行われた当日、新元号令和が発表されると、縦行事の式守伊之助さんがしたためたもので、五条場所の会場にも掲げられました。そののの後、白鳳と閣流の両横綱による直筆のサインも書き込まれていて、い 記念の日に行われた五条場所の記憶を留めています。この令和の書は、五条市の光月公園総合体育館シダーアリーナのエントランスに飾られています。